アウリー・カルバーリョはアメリカ合衆国の女優、歌手。2016年公開のモアナと伝説の海でデビューした。2018年には NBC のドラマシリーズライズに出演した。ハワイ州小原出身。ハワイ先住民、プエルトリコ系、ポルトガル系、中国系、アイルランド系の血を引いている。ミリラニで母と共に暮らし。 カメハメハスクールのカパラマキャンパスに通学した。クラバー・アリョは当初、モアナと伝説の海のオーディションに参加しなかった。しかし、事前団体のイベントで出会ったエージェントに目をかけられ、オーディションに参加するように勧められた。ウォルト・ディズニー・カンパニーによると、彼女は数百人の中で最後にオーディションに参加した候補だった。2017年2月、 NBC のドラマシリーズライズに出演することが発表された。同作は2018年3月13日から放送されたが、低視聴率のため5月15日に打ち切りとなった。11月にはディズニー作品で再びモアナ役を演じることが発表され、2018年6月10日にプレミア上映された。ありがとうございます。